チャウス山高原、チャウス湖長野県の南西部最南端に位置する。村の南東には、チャウス山がそびえ、全体に、北西へ向かって標高が低くなる。損域はすべて矢作川流域であり、明治用水の観葉林があるなど、口述の通り古くから、愛知県との密接な関係にある。山地河線古生16世紀までは、三河国下茂に所属していた経緯もあり、 隣接する豊田市、さらに西三河の刈谷市、安城市とも交流がある。村内を流れ、三河湾に注ぐ矢作川や、豊田市と通じる国道153号の影響で、愛知県西三河地域との結びつきが強い。そのこともあって、当村で話される方言は、三河弁の影響を強く受けたものとなっている。料処理、ゴミ処理の事務は、 愛知県北下楽郡下楽町、東栄町、豊根村と共に一部事務組合、北節広域事務組合を組織して当たっている。仮想事務は下楽町、豊根村と再園運営委員会を設置し、下楽町を継ぐ再園を共同利用している。愛新世紀とグループ会社の愛新 AW は2004年長野県が手掛ける森林整備事業。 森林の佐藤促進事業による協定を締結した。2007年には、同じグループ会社の愛心高級、愛心加工、愛心 AI の3社も協定に加わり、計5社が年間300万円を寄付し、ネバ村の森林整備費を支援している。また、社員環境教育とネバ村住民との交流を深めることを目的として、様々な自然、森林、 林業体験を行う、ネバ村親公安パク体験隊を実施し、その参加費は、ネバ村水源の合基金に寄付し、環境保全に関する各事業に活用されている。村内にある県道十5号線終点村内に、鉄道は通じておらず、鉄道駅も存在しない。鉄道を利用する場合は、JR 東海飯田線飯田駅、名鉄三河線、豊田線豊田市駅などから、 路線バスを利用する。月瀬の大杉釜が入りの大穴。ありがとうございます。